はい、どうもこんにちは、ワイテルズです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、いよいよ来ましたボス戦です。皆さん覚悟はしてください。最終回かな。ラスボスですね。もしかしたら最終回も会うかもしれません。それは僕たちがどれくらいのスピードで倒せるかにかかっているわけですが、まあこの後ろがね、前回紹介した通り、最後のアモラサックっていうラスボスのに続くの領域に続く扉ゲートでございます。ちょっと何言ってるか分かんなかったけど、はいはい、エメラルドジャグリングをやめてください。はい、で、アーモリーね、アーモリー、アーモリー、そう、アーモリー、アモラサックの領域アーモリーに繋がるゲートということなので、じゃあついに、なるほど、その領域に足を良いらしいじゃん、踏み入れていきたいと。あれ、もうシャーク行った、もしかしたらあいつ話聞かないやつだな。話聞かないやつだな。うわ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 、まあまあまあ、これですよ。オープニングで。オープニングでね、ちょっと、ここソウルサンドだったんだ。僕ら、あれなんだよね。そう、オープニング作るにあたって。さ、全然違くね、形。結構、いいじゃん。結構違うね。頑張って、再現でしょ。そう、頑張って再現したつもりだったんだけどね。ソウルサンドまでは見えなかった。まあまあまあ、俺も見えなかった、クラック。では。しますか。俺さ、一斉の正規か、これまたさ、入れないやつあるんじゃないかと思って、ちょっと怖い。準備はいいよ。多分大丈夫だと思う。じゃあ、俺が、一番最初に突っ込んじゃっていいかな。あ、待って、俺ちょっと。いいと思う。6人、はい、5人に、はい、一斉に。あ、一斉に行く、一斉に行きますか。じゃあ、ここに並びまして、危ねえな。どこまで行っていいんだろう。はい、もう、いや、それ、危ない。じゃあ F5 でこっち向きに見ながら皆さんで入りましょう。じゃあちょっとケイアンさ、俺と場所変わってくんね。おっと危ね。はい、どうも、いきます。お、押すね。いきますよ。せーの、よいしょ。いいよ、入った。おお、何何何、え、ボリュー、ボリューん、待って待って、我が兵器を打ち込む、キーよくぞここまで来た。だが、お、ええ、だが貴様ら人間でございます。人間どもの勇者とて破壊の王アモラサックを止めることはできぬぞ。喋ってて暇ねえ。何これ何これ何何何、あれだよね、発光の、発光のやつだよねこれ。え、あー、1.9 で電気よくから、そんなこと言ってる場合じゃない。これ、あー、どこ、そんなこと言ってる場合じゃない。そんなこと言ってられる場合じゃない。どこを攻撃すればいい。やばいやばいやばい、結構攻撃すればいい、あれ。あれ、手はじかれる。手破壊全然できない。俺も意味言うと、やばいやばいやばい、ダメだ。どこを攻撃すればいいのかわからん。みんな手が届かないじゃん。いてててて、え、やばいやばい、死ぬ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 、手じゃないの、すごい、お前らって、なんでなんでなんで、わーわー、サンキューサンキューサンキュー、ありがとう。どうする、どこどこどこやるか、これは。おっと危ない、地面から。あれ、あれ、あれ、危ない。え、レッドストーマとは違う。あ、いてててあっちあっち、目、目とか違うな。あ、顔、顔面系、聞かない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 、人間攻撃倒すことできないんだって。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、なんかやばい、なんかやばい、なんかやばい。え、あ、光を狙いたい、光を狙いなさい、入ったら光を狙いたい、こいつか、お、あ、創生神が助けてきてくれてる。うわ、マジか。パンチされた、パンチされた。うわ。だってこのパンチ強くね。このパンチ結構強い。あれ？あ、これ？これ？このキラキラしてるこれか。そう。あいつが弱点を教えてくれる。そこだ。そこ危ない。そこ爆発危ない。ああ。危ない危ない。え、光？いや、光が必要なんだ。なんだ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 。あ、めやべ。そう、いざ。あ、そう。え、これ落ちんの、横。落ちるじゃん。あ、落ちたの。え、奈落ち、落ち、落ちちゃった。奈落なの。どこをやればいいんだろう。どうすえ、ロングです。紫色のやつ。残留ポーション。あ、残留ポーション。パーティクルかな。ダメージ入ってないし。ダメだ。このさ、白いやつさ、くるくる回ってるだけでも白っから、白。どうやって聞くの？出て出て出て、え、そこら辺いたらパンチされない、いって、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、待ってどこにいる、どこにいる、あ、いたいたいた、ここここ、今出てきてる、今出てきてる、弓とかで狙えない、あ、いいんじゃない、これしょ、当たってんじゃない、当たってる、あ、当たってる、当たってる、燃えてる、俺跳ね返された、跳ね返された、やばい、当たってる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 、続けてそこを攻撃して別に行けばいけるよ、ちょっとみんな逃げて、2人はこの時間帯逃げて、
で、スマイルはここ狙い。よし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 、いいねいいね。あ、当たった。スマイルもう一発当てて。ヒント気がする。もうちょっと。火切り。火切り。火つけといて、火つけといて、火つけといて。あ、もういける、金時、金時。また？殴る殴る殴る。あ、え、え？やべ。お、お、お、お。やべ、やばい、やばい、やばい。あ、当たった、当たった。あ、あれか、次。次、攻撃する場所が変わるんだ。スケが出てきた。お、攻撃する場所が。おい、ちょ、あ。あ。あ。もうなきゃいい。来た来た。お、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 お。あ。金時、よく頑張りますね。あ、あ、これ、スケルトンだ。スケルトン出てきた。スケルトン出てきた。このゲートは何？あ、本当だ。ゲートが出たね。ケントキそこ入れる？ちょ、ちょ、待って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 。あ、やべ。火力が飛べない。受けんな、こいつ。あ、あ、どうしたか。ガーディアン。ケントキ入れる、そこ。ゲート入れる。ガーディアンいる、ガーディアン。入ったけど、って感じ。ガーディアンがいる。やばいやばい。いや、このうちに弱点がそうで。ガーディアン倒した方がいい。やばい、ガーディアンで食らってる。いやいや、なんか下から何かが。なんか、ゾンビ今度ゾンビ。敵がさ、ぴょこぴょこ出てきてる。ゾンビ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 。いろんなゾンビ。ガーディアンとゾンビがいる。ガーディアン倒した。後ろからゾンビが危ない。危ない。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ゾンビめっちゃ速くね。速くね。速い。速い。速い。やばい。いちょちょちょ。やばい。こやつ。やばい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 。あのギザー。やばい。あのギザー。あはははは。ガーディアンいるよ。うわっ！うわっ！何言えたんだけど、もう一人だ。きつい！あはは！強くない？あれ、強くない？これ。やった方がいいかも。再生のポーション強いね。全然減らないんだけど。ウィザーズか、何それみたいな。あ、あ、第三形態。あ、第三形態か。第三形態だ。うわ、いけるぞ。いけいけもういける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 よいしょ、厳しいな。おっとやべごめん。はい、ということで万全の準備を整えてもう一度リベンジしに行きたいと思いますので、リベンジだ。ぶっ潰すぞあいつを。行くぞ。3、2、1。おいや、おう、あ、そうだ、金時金時。はい、あ、ピンクカクテル違ったな。パンチを攻略として、ここは待って時間を潰しましょう。時間を潰しましょう。とりあえず第一形態は頑張ってかける。はい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 。殴るなら僕を殴りなさい。殴るなら僕を殴りなさい。これ地面にパーティクルがあるところに行っちゃいけない。そうするとウィザー食らっちゃうから、ね、時間が経たないと攻撃が。おっと、燃えた燃えた。これなんかもう地面どこもダメージ食らうよ今。あれだよ、これ第ゼロ形態で今ちょっといいんだよ。ゼロ形態だね。よし、言葉が出た限り第ゼロ形態が。そうだね。よっしゃよっしゃ。おー、ちょ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 。あ、パンチは全部俺が食らうぞ。火気をつけてね。火気をつけて。集中すると鉄数が減っちゃう。喋りながら、え、楽しく行く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 、楽しく飛ばされるのか。まだだ。あ、火だ、やった。第一形態、第一形態始まり。楽しいな。よし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 。創生神からのアドバイスが来ると。あれだあれだ、撃てー。やべ、めっちゃ立ってるわ。やべ、しろ。やばい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 。誰か助けてくれ。まあ、でも割と入れた。大丈夫かな。死ぬ気がするのは僕だけ？大丈夫かな。大丈夫。よし、OK。うっそでしょ。マジか。うっそでしょ。頑張って。OK、もうじゃあカメラマン頑張るわ。敵は取る。おお、頑張ってくれ、ありがとう。あ。めっちゃ痛い今。ごめん、シャーク。誰か回復できる人よろしく。え、何回復？回復って割とセルフィーな感じじゃないの？あ、違うんだ。オッケーオッケー。てか、最初のポジションの方がいい。第二形態、第二形態いってるよ。再生飲みます。はい、飲みます。飲みます。飲みます。よっしゃ。
最初の方がもういらないから。ほぼね。ここにない。と、これで、再生と満腹ってこれ、でもガチガチすぎ。はいはい、ダメージ入ってる入ってる入ってる。いいね、いいね、いいね、いいね。いきなり、また行きすぎるとさっきの金時になっちゃう。だよ。追いすぎなくていいよ。うん、ボス大丈夫だ。死なねって、絶対。結構当てたよ、もう。そうだね、結構いってるね。うん、割と入ってると思う。このペースでいけば勝てる。よし。殴れ、殴れ、殴れ。みんな聞いてないじゃん、大勢も。殴れ、殴れ、殴れ。爆弾気をつけて、爆弾気をつけて。やばいやばい。行き過ぎ、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 行き過ぎ。スマイル、もう少し。いや、でもなんか、スマイル気をつけろ。そんな感じ出てる。うん、いけるいけるいける。どこにいる今。入ってる、何度。どこにいる今。今、まだ奥にいるから。奥にいる。ゲットつける、ゲットつける。来たら言うから、ちゃんと。来てる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 。左左左左。よけよ。上来てるよ。やべ。シャーク、いいね。やべ。シャーク、いいね。殴ればいけるよ。ラグが。お、よし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 。ラスト、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 ラスト。ちょっと真ん中の方に。真ん中に寄れ、真ん中に寄れ、真ん中に寄れ、真ん中に寄れ。床が落ちるぞ。落ちた落ちた落ちた。バーン。オッケーオッケー。お願いします。やべ、あぶね。あ、ん？あ、あれ？お、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 え？嘘でしょ？お。おお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 からは光の女神で呼ばれてる。やったぜ。まあ今だったらどうでもいいですかね。なるほど、創世神だったんだこの人たちは。はい、うおー、はい、私に触れていただければ元の世界に戻してあげましょう。ですがまだ何かやり残したことがあるのであれば、後ろにある紫の光に触れなさい。あ、あるね。後ろに紫の光があります。え、これさ、ええ逆に絵だよね。なぜ創世神たちが世界を救わなかったのかですね。もう金時も聞き返してる。え、そうですね。あり基本願だね。そう。世界を救っていただいたわけですし、神の戦争後の話をしましょうか。え、ね。お前ら、ちゃんと一回人の話を聞いてから疑問を返しますね。あの戦争では、実は我々創世神が勝利していました。我々は邪神たちの干渉を完全に断つことに成功し、人間は彼らの、自らの道を歩もうとしていました。我々はこの世界の親として子供の成長を見守ることにしましたと。もっとも邪神の中で最も厄介なアモラサックが生きていたのは完全に計算外でしたがね。もし世界がん？我々が生きていることが分かれば、再びこの世界は我々に依存してしまうでしょう。なるほど。そこで強力な力を持った勇者が必要だったのですと。我々ですね。はい。あなたが拠点とした町の人間は、あなたを異世界の人間ではなく、この世界の人間だと思っていたはずです。まあ、要するに、創世神が生きているということを知られたくなかったのです。あなたを呼んだ理由はこんなところですかね。さて、勇者よ。はい。ねえ、さて、勇者よ。そろそろ決断しましたか？勇者。ねえ。ねえ。はい、私はこれで失礼します。とのことでした。この世界を、作ってくださってありがとうございましたと。いやいや、さよならと。こちらこそ。こちらこそ。いろいろお手伝いありがとうございました。ね、いたしました。超絶危険な爆弾くれたしね、あの人。マナ100使って全員吹っ飛ばすやつもらったし。じゃあ、でもさ、邪神からさ、アイテムもらったってことは邪神生きてんじゃないの？大丈夫なのかな、ね、俺再生1個余ったんだけど。再生1個余ってる。最初どうしますかね。うん。どうしますかね。まあ、やり残したことなんかあるみんな。いやもう、ここはエンディングだろ。ここはエンディングですね。じゃあ、白い光いきますよ。よ、せーの。よいしょ。ゴーゴー。お、フラグメント。フラグメント。エンド。エンド。あれ？これみんな個室？いや。いや。入った人からってことも、これ。え、俺、はい、いけないんだけど。取り残された、4人。取り残された4人。取り残された、俺。あれ、俺しか来てないのかな、ここ。
あ、まあ撮影者だから。まあよかったよかった。あ、終わりの書ってのが入ってるよ、チェストの中に。なんか部屋があって。部屋があ、どこだよ。そうそう。どこだよ。部屋がある。ほら、仲間はこっちに、仲間はここにいるよ。ね、ほら、みんな。うわ、仲間がいる。あれ、みんな、そっちにいるの。終わりの書を読んでもらおうか。オッケー。ゲームクリアおめでとうございます。この部屋の外はデバッグルームになっています。部屋の前にゲームモードを変更するコマンドブロックがありますので、ワールド見学なり、ワールド爆破なり、ご自由にどうぞ。最後になりましたが、フラグメントプレイしていただき、本当にありがとうございました。漆丸さんからのメッセージだね。まあ、普通に面白かったよね、フラグメント。すごいいろいろ大変だったけど。金床用意してくれてありがとうね。そう、金床用意してくれて、本当にありがとうございます。はい、ということで、ついに、ラスボス、倒しましたね。倒しました。倒しました。ね、まあこれにてひとまずフラグメントの実況は終わりとさせていただきたいと思います。これはね、最後あれなんだよね、公爵が僕たちに爵位をくれたから、この椅子はもう僕たちのものということで。そう、公爵5人、そう、公爵5人、5人ブルックがここ来たら追い出そう。おらららら、そういうことなんで、長いちょっとダラダラしたとこもあったと思うんですけど、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価およびコメントをよろしくお願いします。さらに、この動画にハマったあなた。さらに、ワイテールズをもっと見たいと思ったあなた。そんなあなたは、このチャンネル登録ボタンをクリック。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。